ウィンストンセイラム、ウィンストンセイラム、ウィンストンセイラムは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州中北部に位置する都市、同州フォーサイス軍の軍庁所在地である。人口は229,617人、2010年国勢調査で、ピードモントトラヤド都市圏、グリーンズボロウィンストンセイラムハイポイント広域都市圏、では、グリーンズボロに次いで多く、 ノースカロライナ州全体でもシャーロット、州トローリー、グリーンズボロに次いで4番目に大きい都市である。フォーサイス郡を中心に5郡にまたがるウィンストンセーラム、都市圏は64万595人、ピードモントトライアド全体では158万9200人、いずれも2010年国勢調査の人口を抱えている。ウィンストンセーラムは1766年に、 モラビア兄弟団によって創設された宗教都市セーラムと1849年に創設されたウィンストンとが1913年に合併して誕生した。このためしばしばツインシティと呼ばれることがある。今日のウィンストンセーラムのダウンタウンの南側には入植当初のセーラムの街並みが復元され、地区全体が博物館となっているオールドセーラムが広がっている。古くは タバコ産業と繊維産業で栄え、タバコ会社 RJ レイノルズタバコカンパニーやの企業城下町として発展した。また、ワコビアの旧本社所在地、ドーナツチェーンのクリスピークリームの発祥の地としても知られる。RJ レイノルズタバコカンパニーのタバコの銘柄、ウィンストン及びセーラムは、この都市の名前に由来している。また、ウィンストンセーラムは、 ウェイクフォレスト大学やセーラム女子大学などがキャンパスを置く大学都市としての側面も持っており、特にウェイクフォレスト大学は地域におけるハイテク産業発展の牽引役ともなっている。1753年1月、モラビア兄弟団の主催オーガスト・ゴッドリーブ、スパンゲンバーグと事前事業家、コーネリアス・バンレアは、マディクリークの3つの分岐点を入植の地に選び、 ニコラウス・フォン・チンツイン・センドルフ伯爵のオーストリアの先祖の地にちなみ大ワ・チャウ、ラテン語のワコビアと名付けた。ワコビア銀行は創業地である、この地にちなみ名付けられた。後に第二代グランビル伯爵ジョンカートレットより9万9千エーカー、400キロメートルの土地を購入した。1753年11月17日、後にベサバラとなる地に 最初の入植者が到着。この町は急速な成長にもかかわらず主要な植民地とはならなかった。1759年、何人かの植民は近くのベサニアに土地を広げた。最終的に多くの人々が新しい町に住みやすい土地を見つけた。選ばれた町がコツインツェンドルフ伯爵により選ばれていたセーラムと名付けられた。 1766年1月6日、建築のための初の伐採が行われた。現在セーラムスクエアと呼ばれる中心地の周りに集まった信徒たちの公共の建物ができ、セーラムは典型的モラビア信徒植民地となった。教会、未婚の教会員や修道所の家などはすべて市の所有であった。1848年には、教会会議により北米モラビア兄弟団は、 南北の2管区に分けられ、南部管区の本部がセーラムに置かれた。長年この地には信者のみが住むことを許可されていたが、南北戦争により解消された。植民地時代の当時の建物の多くは、オールドセーラムに移転し再建された。セーラムスクエアと1772年から、信徒の墓地である、ゴッツウェイカーは、毎年イースターの朝に行われる世界的に有名な、 モラビア神との早朝礼拝の地である。この礼拝は、市内すべてのモラビア教会により支持されており、毎年何千人もの信者が訪れ、ウィンストン・セーラムは、イースター式とも呼ばれる。1849年、アメリカ独立戦争の地元の英雄で、セーラムではよく名の知れたにちなんで名付けられた、ウィンストン氏が創立された。その後すぐにウィンストンとセーラムは、一緒に、 フォーサイス軍として他に組織され、タバコ、家具、織物などの産業面で成功を収めた。1851年、ウィンストンは軍の首都となり、ウィンストンとセーラムを統合して一つの首都する計画を立て、軍庁舎がセーラムの町からたった1マイル、1 6キロメートルの場所に建てられた。1899年、アメリカ合衆国優政省は、 セーラムとウィンストンの双方にあった郵便局を統合し、1913年間にハイフンを入れたウィンストンセーラム、ウィンストンセーラムとして公式に死を合わした。ただし、アスプスアドレスインフォーメーションシステムはこのハイフンを認めていない。RJ レーノルズタバコカンパニーを創業したレーノルズ家は歴史的にも一般の生活にも大きな役割を担った。 1940年代、ウィンストン・セーラムの就業者の60%が、レーノルズかヘインズの先工場に勤務していた。レーノルズ社は、多くのフランス製タバコし、トルコのタバコ場を、キャメルの製造のために輸入し、200マイル、約320キロメートル内陸にもかかわらず、連邦政府公認の通関手続き地とな、1916年、国内で8番目に大きい通関手続き地となった。 1917年、レイノルズ社は、ウィンストンセーラムに84エーカー、約34万メートルの土地を購入し、180個の家を縦てっぴのみで、従業員に売却し、この地域は、レイノルズタウンと呼ばれるようになった。翌1918年、RJ レイノルズは死去。当時レイノルズ社は、市内に121個の建物を所有していた。1929年、 レーノルズビルディングがウィンストンセーラムに完成した。建築事務所シュリーブラムハーモンのウィリアム・エルラムがデザインしたこのアールデコ町のビルは314フィート、約9 5 7メートル21階建ての高層ビルで完成当初メリーランド州ボルチモアより南で最も高いビルとなり全米建築賞を受賞した。1931年に ニューヨーク市に建てられた同じ設計者によるより高いエンパイアステートビルディングの先駆けであり、モデルであるとされている。エンパイアステートビルディングのスタッフはこれに敬意を払い、毎年父の日にレイノルズビルディングのスタッフに向けてカードを送っている。ウィンストン・セーラムはに位置している。シャーロットからは北東へ約 125km、ローリーからは西へ約 160km、 グリーンズボロからは西へ約4 5トルに位置する。市の標高は2 9 6メートルである。アメリカ合衆国国政調査局によると、ウィンストン・セーラム市は総面積3 4 2 9トル、132.4ミである。このうち3 3 5 7トル、129.6ミが、陸地で7 3キロメートル、2.8ミが、水域である。 総面積の0.81%が水域となっている。ウィンストンセーラムを含むピードモントトライアド地域の気候は蒸し暑い夏と冷涼で時折寒い冬に特徴付けられる湿気のはっきりした気候であるが内陸に入る分海沿いのノーフォークバージニアビーチやウィルミントン等に比べると夏の気温は大差ない一方で冬は寒くなる。の気候区分では ウィンストンセーラムは東海岸や南部に広く分布する温暖湿潤気候 CF に属する。ウィンストンセーラムのダウンタウンは I-40 ビジネスと国道52号線の2本の高速道路、口述が交わるジャンクションの北西に広がっている。ダウンタウンはウィンストンセーラムの業務中心地でピードモントトライアドで最も高いビルである100ノーズメインストリート、 460フィート、140.2メートル、34階建て、おはじめ、ワコビア銀行が本社を置いていた、ウィンストンタワー、410フィート、125.0メートル、29階建て、グマック保険会社の本社ビルであるグマックタワー、330フィート、100.6メートル、21階建て、前日のレイノルズビルディングなどの高層ビルが、立ち並んでいる。ダウンタウンにおいては、 街路が整然と区画されており、東西に通る通りはメインストリートを境に東、E と西に分かれ、南北に通る通りはファーストストリートを境に南、S と北、N に分かれている。また、数字のついた通りはファーストストリートよりも北側で東西に通る通りにのみ設定されており、北に行くほど数字が大きくなる。一方、周辺地区の街路は入り組んでいる。 ダウンタウンの南には入植当初のセーラムの街並みを再現し、地区全体が博物館となっているオールドセーラムの歴史地区が広がっている。オールドセーラムは1966年には国定歴史建造物に指定された。また、ウィンストンセーラム北西港にはベサバラ歴史地区が、そのさらに北西には街全体が歴史地区になっているベサニアが、そぞれ立地している。 ウィンストン・セーラムは、シティマネージャー制をとっている。シティマネージャーは、市議会に雇われ、市議会が採択した政策の実施及び、日常業務の監督に責任を負っている。市の立法機関である、市議会は8人の議員からなり、市の総合的な福祉の上で必要に応じて、条例や法規を定める責任を負い、市の予算を承認し、財産税や利用料を定める。市長は、 市の顔として、公式の場で市の代表としての役割を果たすほか、市議会に出席して票が引き分けとなった際に投票したり、この場合、市長がキャスティングボートとなる市の政策決定においてリーダー的な役割を果たしたり、市の理事会と市議会の間の調整を行ったり、緊急時に特別な責任を負ったりする。市長は全市から一名、市議会議員は北部、 北西部、北東部、西部、東部、南西部、南東部、南部の八つの選挙区から各一名ずつが選出され、共に任期は四年である。市政の中心である市庁者はダウンタウンに立地している。1926年に建てられたこのルネサンスリバイバル建築様式の市庁者は2001年に国家歴史登録罪に指定された。 1880年代から1980年代に至るまで、ウィンストン・セーラムは、タバコ産業と繊維産業で栄えてきた。タバコ産業は19世紀中盤、フォーサイス軍やその周辺の農民が、高い収益を得やすいタバコの栽培を始めたことに、由来している。やがて19世紀も後期に入ると、PH、ヘインズや RJ レイノルズといった実業家が現れ、 この地域におけるタバコ産業の地位が確立された。一方、繊維産業は、セーラムの入植初期の1767年には、すでに入植地における羊産業として始まっており、リネンや革手袋が生産されていた。1837年に、セーラム宝石工場が開かれると、セーラムのモラビア兄弟団員が、ヒモラビア兄弟団員も雇ってのビジネスとして、確立された。 やがて1900年に、ヘインズが、タバコ産業から医療品へと転業すると、繊維産業は、タバコ産業と並ぶ、この地の二大産業としての地位を確立した。1990年代以降、ウィンストン・セーラムは、タバコと繊維の町から、ウェイクフォレスト大学が、牽引役となって、バイオテクノロジーや医療、ナノテクノロジーといったハイテク産業の町へと変貌、遂げていった。 1993年、同学 RJ レイノルズタバコカンパニーの急倉庫を買い取り、後にピードモンドトライアドコミュニティ、リサーチセンターとなる研究所を設立した。2000年には、同学はバイオテクノロジーや関連産業の受け皿となるピードモントトライアドリサーチパークという研究公園を開園した。2004年には、同学はナノテクノロジー、 分子材料センターを開設した。また、同学付属の医療センター、ウェイクフォレスト・バプティスト医療センターは、ウィンストンセーラムで最大の雇用種となっている。ウィンストンセーラムを含むピードモント・トライアード地域の第1空港は、グリーンズボロの西7マイル、約11キロメートル、ウィンストンセーラムの中心部からは東へ21マイル、約十四キロメートルに IATA、 嘘であるウィンストンセーラムの地域内にもダウンタウンの北東3マイル約5キロメートルにがあるがこちらはゼネラルアビエーションと呼ばれる自家用機やチャーター機ビジネスジェットなどの発着や飛行訓練などに用いられる小規模な空港であるウィンストンセーラムの CAP はこのスミスレーノルズ空港を本拠にしている周回高速道路 I-40 は 市の南を通っている。I-40 はカリフォルニア州南部内陸からノースカロライナ州へと大陸を横断する幹線で、ノースカロライナ州内においても、山間部のアシュビルからピードモントトライアド、リサーチトライアングルを経て、大西洋岸のウィルミントンへと横断する重要度の高い高速道路である。ウィンストンセーラムの中心部には、 この i-40 の通勤別線である i-40 ビジネスが通っている。ダウンタウンの南東でこの i-40 ビジネスと交わる国道52号線は高速道路規格となっており、南へはシャーロット方面へ、北へはバージニア州西部やウェストバージニア州方面への短略路となっている。南東部で i-40 と分岐、合流する国道311号線も、 高速道路規格となっており、こちらはウィンストンセーラムとハイポイントを結んでいる。アムトラックの駅はウィンストンセーラムにはなく、グリーンズボロもしくはハイポイントが最寄りとなる。これら二駅にはいずれもニューヨークとニューオーリンズを結ぶクレセント号、ニューヨークとシャーロットを結ぶカロリニアン号、及びローリーとシャーロットを結ぶピードモント号が停車する。 ウィンストンセーラム市内の公共交通機関は、ウィンストンセーラム交通局の運営する路線バス網でカバーされている。同局は、昼間24系統、夜間7系統のバスを運行している。ウェイクフォレスト大学は、市北西部の住宅地の中に340エーカー、約137万6000メートルのキャンパスを構えている。同学は1834年に、 ローリー北高のウェイクフォレストで創立したバプテスト系の中、片木市立総合大学で1956年にウィンストンセーラムに移転してきた。同学は学部をウェイクフォレストカレッジ、ウェイクフォレストカレッジとして一つにまとめ、また学生体教授の比が11、クラスサイズの平均が21人という少数、精鋭の教育を行うなど、総合大学でありながら、 リベラルアーツカレッジに近い教育を行っている。一方、大学院は、リベラルアーツをさらに深めるアーツサイエンシーズの、他、経営学、法学、医学、及び、進学の各専門職大学院を揃えている。同学は学部に約4400人、大学院に約2400人の学生を抱えている。同学は、US ニューズ ワールドレポートの大学ランキングでは、ノースカロライナ州の私立総合大学の中では、デューク大学に次、全米の総合大学の中でも常に上位25位前後に入る評価を受けている。また、同学のスポーツチーム、デーモン・デーコンズは、デューク大学や、ノースカロライナ大学チャペルヒル校、ノースカロライナ州立大学と共に、NCAA Division I のアトランティックコーストカンファレンス。 国属している。オールドセーラムに64エーカー、約25万9000メートルのキャンパスを構えるセーラム女子大学は1772年にモラビア兄弟団によって創立された全米の大学の中で15番目に長く女子大学としては最長の歴史を持つ大学である。またキャンパス内にはセーラムアカデミーという全寮制の女子高校も併設している。 同学は小規模なリベラルアーツカレッジであるが、学部は35の専攻プログラムを提供し、大学院は教員養成と教育学の修士の学位を授与している。このほか、ウィンストンセーラムにはヒストリカルブラックカレッジと呼ばれるアフリカ系の学生に高等教育の機会を与える大学として始まったや、音楽、映画、ドラマ、デザイン、ダンスといった 芸術系の専攻に特化したノースカロライナ芸術大学がキャンパスを置いている。ウィンストンセーラムにおける K12 課程は、ウィンストンセーラムフォーサイス軍学区の管轄下にある公立学校によって支えられている。同学区は小学校42校、中学校16校、高校16校のほか、マグネットスクール17校を有している。オールドセーラム歴史地区は、 前述の通り地区自体が博物館となっている歴史的な名所であるが、T. ボグラーの鉄砲火事屋や,やセーラム多番など、この地区に移築された入植地時代の建物のいくつかは博物館として一般に公開されている。地区内の庭園も一般公開されており、入植地時代のセーラムを物語る資料としての役割を果たしている。また、このオールドセーラムの地区内に立地する初期南部、 装飾美術館、メズダは南北カロライナ領州をはじめ、周辺のバージニア州、メリーランド州、ケンタッキー州、テネシー州、ジョージア州を含めた南部における1670年代から19世紀初頭に至るまでの芸術作品及び工芸作品を展示している。オールドセーラムの外にも博物館や美術館はいくつか立地している。四北西部。 ウェークフォレスト大学のキャンパスの近くに立地するは1917年に建てられた R.J. レイノルズの豪邸を美術館に転用して一般公開しているものである。同館はアルバート・ビアスタット、メアリー・カサット、フレデリック・チャーチ、ジョン・シングルトン・コプリー、トマス・エイキンズ、ジョージア・オキーフ、グラントウッドなどによるアメリカ近代美術作品を主に展示しているほか、 家具や内装なども20世紀初頭の南部における装飾芸術作品として保存、展示している。このレーノルダハウス美術館の近くに立地する南東部現代芸術センター、セカはアメリカ合衆国内外の現代芸術作品を展示するほか、地元芸術家による作品の展示や芸術教室の開校といった地域に密着した活動も行っている。市北部に立地する サイワークスは、風光の振り子をはじめ、物理学、音響学、健康科学、生物学の各分野の展示品を展示している科学博物館でプラネタリウムも有している。また、サイワークスに併設する科学環境公園では、動物の飼育や触れて学ぶことのできる野外展示物を展示している。ウィンストン・セーラムの都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。 2010年国勢調査。グリーンズボロ・ウィンストン・セーラム、ハイポイント広域都市圏全体の人口については、グリーンズボロ都市圏人口を参照のこと。以下に、ウィンストン・セーラム市における1870年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。ウィンストン・セーラムは、以下ご都市と姉妹都市提携を結んでいる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。